まあ、商材選びは慎重にですね。で、A8 ネットで制約しやすいもの、売れる商材で稼ぎたいというご相談ですね。選び方のコツ、選び方のポイント。まあ、商材選びのポイントってことですよね。まあ、やはりですね、まあ、物販ですよね。基本的には A8 ネットっていうのは。まあ、もちろん、ドメインサービスとか、その見えないもののサービスもありますけれども、物販、ものですよね。なので、CM とかっていうのを大きな企業がやってていたりして、そういう大きな企業も結構 A8 を使ったりするんですよね。なので、まあ、認知度の高いものっていうのは売りやすいかなとは思います。全く知らない、ものよりも、やっぱり慣れたもの買いたがりますよね。まあ、日本人は特に。なので、認知度のあるものからっていうのがあると思うんですけども、まあ、ただですね、A8 ネットっていうのは単価の低いものも多いし、あと、注意点なのは、販売中止になってしまうことが結構たびたびあるってことですよね。そうなると、あなたのサイト紹介の文章とかですね、リンクとか全部を貼り替えなきゃいけない。まあ